吉川八幡神社は、日本の近畿地方南部の大阪府と与野郡と与野町吉川に鎮座する神社である。吉川八幡神社と通称されているが、鳥や灯籠の表記は、単なる、八幡神社である。現在は、吉川城地区、吉川中地区、吉川下地区、吉川西地区、ほの谷、川尻、黒川奥山、以上七地区の総氏神となっている。 旧社格は豪社。主催神は王神天皇五霊。本次衰弱時代には八幡大菩薩と称。鳥居と神芽と三幸区から順に拝殿、石灰、石鳥居、神馬、泉、三子、2019年撮影。また、この画像は公式 Facebook ではトップ画像になっている。元禄八年に記された寺社吟味帳によれば、 平安時代後期の自略年間に、源頼中が吉川城に在住していた折に創建したという、江戸時代の原読記に描かれた名所絵には同様の写伝が三者描かれている。主祭神である応神天皇の御霊は平安時代に、聖は源氏の守護神、軍神として厚く信仰されるようになった。本次衰弱説が流星となった中世以降は、神言、 そう室派の七宝山高大寺を別当寺としてその統括下にあった。明治時代初期には政府から神仏分離を強要され仏教職は廃された。長寿鉢に仏教用語で五宝禅と記されているのは神仏集合の名残である。古代中世近世クリップ神前石、灯籠近現代神社の敷地面積は9510平方メートル。境内左、 山道入り口に立つ社標と春日道路を中央、石鳥居と石橋右、文化14年に常夜党として建立された石灯籠本殿神木とホラー穴、社殿の右手に所在する。境内は自然が豊富で、珍珠の森には紅葉樹林や竹林のほかホラー穴などもある。また、小川が200メートルにわたって境内を管流しており、 社殿の背後の森の中で人水として発した湧水が、社殿前を通過し、鳥居の左側で、鼓が滝として流れ落ちている。その流域では、水月の中頃になると、ホタルの乱舞を見ることができる。八幡神社、樹林拝殿の裏には、国の天然記念物に指定されている津、ブラジーの木立ちが形成されており、同種の日本における北限を示している。推定樹齢は、 約400年。学術的価値、得意性、希少。以下は、拝殿の脇にある案内板の内容。八幡神社、木林王神天皇が祀られ、教法20年、下衛5年と火災にあった。明治維新までは、高城寺が差配したと言われている。当社は、天照子大神社、多賀社、微財天、稲荷社が合わせ祀られている。祭礼は10月14日。 樹林は本町保護樹林第1号で C の大木がある。この C の木は本邦北限にあり、学問的価値、得意性、希少性に特に優れている。平成4年12月豊野町教育委員会、社有地内には2016年6月に1552号車は譲渡されたもので、同年9月17日に取り行われた法上会と同時に、 一般公開が始まっている。保存するにあたって外販は、構成から腐食に強い繊維強化プラスチック製に張り替えられている。また、FS33 台車や機器類の一部ものせ電鉄から譲渡された実物である。CF のせ電鉄1500系電車譲渡、保存車。また、阪急五550型は、廃車後、製造元のアルナ工機本車工場で、保存の後、 同工場の閉鎖で、岐阜県のアルナ輸送機用品の敷地に移動し、戦闘部のみが保管されていたが、上都先を公募し2021年4月に当神社に、移設1552号と並べて保存されることになった。当社には、近世以前にも神芽がいたと伝えられているが、江戸時代の火災で、資料は消失してしまっているため、詳細は不明である。 当社と馬とのつながりは、主祭神である八幡神が軍神として、馬にまたがる姿で描かれる神であることから来ている。泉坂以外に出る鎮守の森の中等社は、令和元年の開元と新天皇即位の時期に、合わせて、同年6月、常に境内にいる形での新名を新たに設けた。やってきたのは、2017年7月23日に、埼玉県の牧場で生まれた2歳の馬で、 馬種は、アラブ系種の大きな馬ではなく、和種判決。木蕎馬系の日本在来種で、日本古来の貴重な合戦馬である。日本在来種が新名となっている神社は日本に5社しか、ないとのこと。また、新名が使える神社は、日本全国でも15社しかないという。毛色は、瓦の毛で、黄金色に実った稲穂の色として、五国宝城の象徴であるという。個体名は、 いずメと名付けられた。この名は、弓道の競技の一つである、シャツメに由来する。いずメは、普段から境内で放牧されており、自由気ままな暮らしを送っている。また、いずメに蔵をつけて、一緒に散歩したり、病研口駅前までいずメに乗っていくのを日課に、し始めた。加えて、以前からやっていた、当社公式のツイッターとは別に、いずメ市間の公式ツイッター。 吉川八幡神社五神兵泉公式を泉がやってきた2ヶ月ほど後の8月に立ち上げ、日々の暮らしぶりをユーモアたっぷりに紹介するようになると、たちまち人気を博して2万人近くのフォロワーを獲得した。また、同月24日に投稿された5つ目のツイート、呼ばれたかな思えては、フォロワーおよびツイッター利用者ばかりでなく、インターネット上の画像を よく閲覧する人々をも巻き込む形で話題になった。これは、所要で訪問した客のごとく玄関先に佇む、小柄な馬とそれを出迎える、家の人という非現実的でありながらほっこりせずには、いられないおかしみにあふれた一枚の画像の力であった。神事周期霊大祭における湯田で神楽浦安の前左、周期霊大祭における太古代の宮入り右、同じく、夜当社では、 湯だて事と神楽が結びついた湯だて楽を取り行っている。これは湯神楽とも呼ばれる日本古来の伝統神事の一つである。釜で煮えたぎらせた湯を使って神事を行い無病息災、五国法上を願う。当社では湯だて事や神楽などの伝統行事の存続活動を積極的に行っており、関西圏の神社でも出張祭祀や ミコ神楽の奉納を行っている。境内シャ左から順に、ベザイ天社タガ社稲イナリシアマテラスコ大神社王人天皇を祀るうさ、八万宮のシャと、アマテラス社タガ社ベザイ天社イナリのマのシャが、境内社として鎮座している。ありがとうございます。